マンは、ドイツの自動車、機械メーカーである。マンとも表記する。社名の由来は、マシューネンファブリークアウクスブルクニュルンベルクの頭文字で、あり、アウクスブルクニュルンベルク機械工場を意味する。フォルクスワーゲングループの企業である。マン A21 バスマン A23、NG313 連接バスマン24.3102階建てバスディーゼルエンジンのパイオニアで、 開発者のルドルフ・ディーゼルを要していたことで有名。アメリカのビジネス誌、フォーチュンのグローバル企業ランキング500社にも挙げられている。ドイツのトラック市場ではダイムラーに次いで2位の24%のシェアを誇り、数々のトラック・オブ・ザ・イヤー、コーチ・オブ・ザ・イヤーを受賞している。フロントのエンブレムはライオンがかたどられ、最近発表された新型バスには、 ライオンズシティのように社名にもライオンが含まれる。2008年にはフォルクスワーゲンのブラジル法人であるフォルクスワーゲンドブラジルのバス、トラック部門を買収した。なお買収後の現在でも現地ではフォルクスワーゲンブランドで販売されている。売上高の半分近くを自動車部門が占めるが業務用印刷機等も生産している。かつては鉄道車両の製造もしていたが、 鉄道車両部門は、アドトランツを経て、現在は、ボンバルディアトランスポーテーションの一部分となっている。マンの現地法人が存在せず、日本ではまだマイナーな存在だが、下記のような実績がある。大阪日本観光マ十22.280、ホッカーン製エンジン搭載のバス、アストロメガ1980年代初期に起こった輸入2階建て、バスブームの時期に、 バウル CSB 商事によって慢性2階建てバスが輸入された。ネオプラン社よりも廉価に導入できることがセールスポイントで日本に輸入された車両における外観上の特徴としては他社のダブルデッカーが全中非仕様であるのに対し前扉のみで中扉がなかったことが挙げられる。主に大阪府の中央観光バスと大阪日本観光に導入され、 中央観光バスでは、アンダーフロアコックピット仕様のスーパーハイデッカーも2台導入されたが、全体的には少数派にとどまった。1986年の輸入を最後に、新規導入は途絶えており、2006年現在の、稼働者は、ごくわずかとみられる。なお、バンホール製のセミダブルデッカー、アストロンでは、慢性エンジンを搭載していた。ダブルデッカー、アストロメガでは、 ハトバス購入者が慢性エンジンを搭載している。ニュージーランドデザインライン製タービン電気バスのシャーシはオーストラリアマンが製造している。2001年のネオプラン買収でネオマンのバスが誕生したが日本に輸入されているネオプラン社の多くが大村製のエンジンを採用するため2006年10月現在で慢性エンジンを搭載しているネオプラン社は 神奈川中央交通に導入された連接バスツインライナーの4台と日の丸自動車工業が輸入した左ハンドルのトランスライナー、ユーロライナーがある。2006年10月現在、国内に輸入された慢性トラックはまだ少ない。国鉄 DF40 系ディーゼル機関車の発電機用エンジニア、国鉄 DF50501 から573号機の 発電機用エンジンとして採用された。なお、2001年に買収したズルツー社製のエンジンも、国鉄 DD50 系ディーゼル機関車の発電機用エンジンや DF51 から65号機の発電機用エンジンに採用されていた。巨大タンカー、アルガーベイのマン B&W 製のディーゼル機関、戦前から潜水艦用ディーゼルエンジンが採用されており、戦後は、 川崎重工業がライセンシーとなり、長年川崎マンディーゼルエンジンを製作している。海上自衛隊潜水艦向けの 12V25、25S シリーズや、日本国有鉄道製艦連絡船向け4、サイクルエンジンが有名。ありがとうございます。